未生心理優月庵慶穂です。今回は春のお花、アマリリスを生けていこうと思います。アマリリスなんですが、つぼみはとてもシュッとしています。でも開くととっても大輪で豊かな感じのお花になります。なのでこれ1種類で生けても十分豪華に見えますし、和風のお部屋でも洋風のお家でもどちらにも似合うので、ぜひシンプルに生けていただこうかなと思います。今回は、左から明かりが入ってくる左明かり口の周囲というか、花茎で生けていきます。使う本数ですが7用2花といって、花が2本に対して葉っぱ7枚で生けていきます。アマリリスの花なんですが、こう大輪の花がたくさんつくんですね。そうするとこの水分を含んだこの軸、太いんですけどとても柔らかいです。で中が空洞になっているので、花の重みで軸がポキッと折れてしまうことがあるので、この中の空洞の部分に藁を詰めていきます。もし藁がない場合っていうのは、余った木の枝ですね、まっすぐな木の枝をそのまま刺してもらったりするんですけども、どうしても剣山に刺すときにぐっと力を入れるとこの枝が長すぎるとここからポキッと出てきてしまったり、ポキッとなんかかわいそうだなっていう印象があるので、できれば藁の方がアマリリスには優しいんじゃないかなと思うので、一度聞いてみてください。では実際に生けていきます。まず葉っぱ選びですね。タイの葉っぱから選びます。もう花の長さが決まってしまっているので、葉が一番明かり口、ここ今ない花なんですけど、葉が一番明かり口に近いお花なので、ここが満開で、その次にバッと上がってくるこの辺、タイが半開きで、止めはまだこれから出てきましたよっていう株なので、つぼみを選びます。なので半開き、つぼみっていう感じで、タイと止めの花を決めていきます。で、タイの花が決まったらなんですけど、これマックスです。もうこの長さ以上できないので、花首から 3、4センチ下ぐらいな感じで、ちょっと立派な葉っぱをね、ぎゅっとこう反り返ってるような葉っぱを選んであげるとかっこいいかなと思います。この花首から3センチから5センチ下ぐらいで合わせていきます。これタイの葉っぱになります。これもこれ分かりやすいように切っておきますね。じゃあ次、これとギュンと向かい合う葉の葉っぱ入れていきますね。これはだいたいタイの3分の2ぐらいから、こんな感じで、タイと葉しっかり向かい合う2枚を選びました。じゃあ葉からいけていきます。葉の葉っぱ、剣山の真ん中から自分の左肩に向かっていけていきます。こんな感じですね。はい、次これ見えますかね。で次、葉添えいきます。葉添えは葉にピタッと沿うような葉っぱで、葉のだいたい3分の2ぐらいで、あんまり沿ってないまっすぐした葉っぱは、葉と体の間に入れていきたいので置いといてください。なるべく葉に沿うような葉っぱがいいですね。葉の3分の2ぐらいで前に刺していきます。こんな感じですね。こういう感じ。次、タイの前添えですね。タイの前添えが今言ってたまっすぐな子です。なるべくまっすぐ。これで流派によってちょっと生け方が変わったりするかもしれないので、先生にちゃんと習ってください。めっちゃまっすぐな子いました。じゃあこれをね、葉より少し高いぐらいですね。でまっすぐ入れていきます。次、タイ添えです。タイ添えはこうタイに沿うような感じですね。で葉より、葉とタイの前添えより少し長い感じでいけていきます。タイに合わせて切ってあげるといいかもしれませんね。こんな感じですね。で、ここタイとタイ添えの間から花首がギニョギニョキッと出てくるので、
ここですね、この谷間のところからニョキニョキっと生えてくるので、ここがピタッと揃うような葉っぱの選び方が可愛いかなと思います。でこれを後ろに入れていきます。こんな感じですね。で、タイがこの足と頭つないだところに一直線上にこの辺に行きたいので、ちょっとだけ左に倒すようにタイ沿いを入れていきます。でタイが足と頭一直線上になるように、こう弓なりにねこうなってるので、それが一回腰の方にギュッとくびれて、もしタイ沿いとかが少し出てたらちょっと腰の方に倒すようにして入れていきましょう。はい、タイが入るとこんな感じ、腰沿え、タイの前沿い、これタイの前沿いもうちょっとまっすぐな方がいいんですけどね。で、タイ沿え、ちょっとこれは後直します。タイ沿え、タイで足元、足と頭が一直線上につなっていること。じゃあ次タイの花入れていきます。タイの花もそのままなんですが、ちょっと口が詰まってるので少し輪切りにしていきます。スポン、じゃあ輪に輪っかが中空洞なの分かりますでしょうか。この辺もっとね空洞広いんですよね。なのでこの藁の藁2本ぐらい、先っぽじゃなくて硬い方から入れていきます。この時折れないように気をつけてください。で、しっかり首元まで当たるまで切って、えい、でこの短いのはねもう止めに残しておいてあげて新しいの刺していきます。どん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 、ちょっとこれ柔らかい、ちょっともともとこの子がすごく歪んでるので、あんまり壁面傷つけないように入れていってください。結構わかるかな、結構ねぎゅうぎゅうに入れてます。で、この辺まだもっと入れたいけど、でもまあこれで6本ぐらい入ってるので、こんぐらい入れば剣山にもねしっかり刺しやすいです。力も入れやすいので、花を入れていきます。これですね、タイとタイ沿いのこの谷間のところから首が出るように、で花はタイの方向ですね。自分の左肩向きに陽が出てるんで、その対角に花を向けて刺していきましょう。藁がしっかり入ってないとね、刺した時にボキッと折れちゃうので、こんな感じかな。ちょうど首がこの谷間の真ん中から出てくるようにします。はい、次は留めの栄、留めの栄はまっすぐした子でいいです。なるべくちっちゃい人で、量の半分ぐらいの大きさで切っちゃいます。で、こっち向き、今度は自分の右肩に向くんでペコッと表側を向けて、ここに置きます。腰沿えと留めがほとんど同じぐらいなので、それこれですね、2番目に入れた子ですね、2番目に入れた葉っぱとほぼ同じぐらいで向かい合わせて葉っぱを入れていきます。今度自分の右肩こう通過していく感じですね。
貯めてあげてもいいかもしれないです。こんな感じですね、はい、じゃあ留めの花いきます。留めの花はタイの花の半分ぐらい、ぐらいかな、半分ぐらいですね。半分ぐらいで今回穴とっても大きいです。さっきタイに入れてた子とかもじゃんじゃん入れちゃってください。もう5本ぐらい一気に刺して半分で切って、穴がね大きいので、あんまり無理に刺さないでくださいね。いっぱいになったかなぐらいでいいと思います。いっぱい入れすぎて裂けてしまっては本末転倒なんで、よいしょ、でもぎゅうぎゅうに入ってます。で今度は自分の右肩に向かって、花が顔を出すように、はぐみの外から花を入れていきます。よいしょ。でこの辺はね、干からびてきたら取ってください。パコってこうつぼみが入ってた皮なんですけど、これだんだん干からびてくるというかカラカラになってしまうので、そしたらもう取ってしまった方が綺麗です。はい、これで完成。とっても簡単です。なのでぜひぜひ葉っぱ7枚、花2枚、剣山はね結構大きめがいいです。こう縦にグッと、このタイとヨウの株、これ今横から見た図なんですけど、タイとヨウの株の外に花が来るので縦長になってしまいます。こんな感じですかね。これが正面から見たら一本足からギュッと伸びているような感じです。はい、こんな感じで出来上がりました。今回は少し短めの花と葉っぱだったのでコンパクトにまとまってますが、長いタイプのものもあるので、それだともっとスタイリッシュな感じになると思います。で、ポイントとしてはタイとヨウがしっかり向かい合ってるかどうか、だいたいタイの3分の2ぐらいで、ヨウの3分の2が留めっていう感じですね。で花もタイの花の半分ぐらいが留めの花っていう方がバランスがいいかなと思います。まだまだねすごく綺麗に見せるポイントっていうのはたくさんあります。この7枚と 2本の花を生けるだけでも、もう集中してたら1時間2時間あっという間に経っちゃうぐらい、もっともっと精度を上げたら綺麗に生けることができるので、ぜひ、本格的に習ってみてはいかがでしょうか。では春